意欲目辺小立て、意欲目辺小立て、または山辺小立ては日本古代の管理、豪族。日本初期、古時期、張馬国風土器の記述によると以下の通りになる。青年天皇2年11月、小立ては張馬国士として大城塞の具不良の申告を徴収するため派遣された。初期では赤石軍縮み耳あけ、古事記では志志望。 風土記では、しじみの里の、押し壁作り最木の新室の主演の席で、牛飼いとなって隠れていた、四辺押し岩御子の医師、奥慶、桶良王を発見し、民衆を動員して、刈宮を建てさせた上で、朝廷に報告した。聖明天皇は驚き、さらに非常に喜んだという。485年、小立はその功で、山間に任じられ、山部氏とれ園の姓を与えられた。 そして、厳しいお服として、山森編を部民とした、とある。父親の巫女が殺された際に、奥敬、桶庭王は、最初に丹波国与射軍から、張馬国赤石軍に逃れているが、張馬国風土記によると、肉の義軍七里は、皇徳天皇の時代に、伊賀軍を分けて、肉の義軍を設置する際に、山部七が佐藤佐になっており、彼の名にちなんで名付けたものだという。 同じ軍の安志里も、もともとは、山森里といい、山部三馬が佐藤佐であったと記載されている。藤原旧跡、平城宮跡から出土される木管からも、思想表彰、山部赤川、張間国思想軍、柏、山、へこじん舞ごととあり、思想軍の山部の存在がわかる。このほか、石山寺所蔵の天平6年11月書舎の、 ハリマ国鴨群北寺の知識業の中には、山田一族である、上マロ、お土女、慶徳の名が記載されている。焦燥院文書からも山田一族が、高群上里に住んでいたことがわかる。社教生、山部宿根ハリカンマロの名前もハリマ国との関連性を物語っている。山部氏は、法隆寺ともつながりが深く、山和国へぐり軍一帯に大勢力を築いていた。 らしい法隆寺が乱縁起並びる騎士財長によると、法隆寺は、ハリマ国イボ郡に5カ所、稲見軍と鹿間郡に16カ所の山林旧島を有し、一体の海浜を領有している。水戸天皇14年、聖徳太子は天皇への正満行、北ッ行行読の量として、水田50万台をイボ郡に賜ったという。これらのことから、ハリマ国は、山部、山部ただし、 彼らを干渉する山部蓮と密接に関係があり、二王が発見されたのは偶然ではないと推定される。父は久しあじ国像の忍び人の作りで、弟に受けなただしのその弟今後ながいる。子には中富の片野の,の妻の名付け古びめの父である宇多子蓮と白衣蓮の二人がいる。奈良時代の家人である山部赤人は宇多子蓮の子孫。 ありがとうございます。